こんにちは、芸能ダイヤです。人気アイドルグループウエストのコンサートの演出や SNS 投稿をめぐり、一部ファンから批判的な声が噴出しているようです。3月からデビュー10周年を記念したライブツアー、ウエスト10th アニバーサリーライブツアーアワードを行っていたのですが、ライブスタッフとメンバーの距離感が近すぎることや、女性と思われるスタッフのアピールが不快という声が上がっているんですと、アイドル誌編集者は話しています。ツアー中はメンバーが SNS で舞台裏の写真をアップしていましたが、それが一部ファンの反感を買ってしまったようなのです。当初はファンもスタッフに感謝しているんだなと温かい目でスタッフに関するトークなどを聞いていたのですが、 SNS で投稿した写真の中に女性スタッフが書いたようなメッセージや装飾などがあって、少なくともファンの多くは彼らをアイドルとして応援しているわけですから、異性との親密なやり取りはたとえスタッフだとしても気持ちよいものではないですよね。沖縄好きで知られる桐山明人さんが SNS でアップした、コンサート中にメンバーが会場を移動する際に使用する台車には女性っぽい字で「沖縄連れてってくれません」というシールが貼られていたほか、中間淳太さんは「ディズニー行きたいな、チケット欲しいな」と台車に貼られたシールに対して「せびられてる」とコメントを添えていました。相次ぐ批判を受けて中間さんは6月3日に X 旧 Twitter で、私やメンバーがいろんなところで挙げた舞台裏の写真について一部否定的なコメントが届いています。まずは、嫌な気持ちにさせてごめんなさい、ただただ自分たちが嬉しかったことを共有したかっただけですが、もしかしたらそれが配慮不足になっていたかもしれません、ごめんねと謝罪。しかし多くの人は意見でしたが、中には悪口が混じっています。意見は受け止めますが、送信する前に一度文面を冷静に見てほしいですとスタッフをかばう文章を投稿したことでさらなる反感を買うことに。 SNS 上では、今回の件でスタッフさんが傷ついて萎縮しないか心配、いつもありがとうございますとバッシングされているスタッフを心配する声もあったものの、仲間淳太燃えすぎわろたけど自分から油注ぎに行ってるからしょうがないね、アイドルがファン責めるような投稿したら終わりよ、やっぱりこの事務所のアイドルは SNS やっちゃダメなんだ、ウエストが売れない理由これといった声が上がっており、旧ジャニーズ所属のタレントの炎上事案が続いていることから SNS をやめた方が良いという意見が目立っています。最近にでは何かとやらかしが続いているスタート社のスタッフたち、先日話題となったキング&プリンスの永瀬廉さんの右耳の負傷も実はスタッフが持っていた道具が原因だとの噂も上がっています。永瀬さんは5月29日に行われた公演 We are Let's get the party start の準備の際に右耳を負傷、手術を受け医師からの指示により2週間ほどの療養期間が必要と診断されたことが発表されています。本番直前のことです。永瀬さんがライブに向けて準備をしていたところ、スタッフが持っていた先の尖った道具が誤って永瀬さんの右耳にぐさりと刺さってしまったと聞いています。ライブ欠場の原因となった突然の事故に現場は一時騒然としていましたと話すのはライブ関係者。鋭利な物体が耳の穴の深くまで入ってしまうほどの重い傷だったそうです。永瀬さんはめまいでふらつきながら病院に急行したと聞いています。事故後の対応のため緊急会議が開かれ、開演時間は少し遅れてしまったそうですとライブ関係者はその時の状況を明かしています。キング&プリンスは現在高橋海人さんと2人での活動をしており、2023年6月には2人体制後初のシングルを発売し、8月から12月にかけては7都市を回るライブツアーを敢行してキング&プリンスの健在ぶりを強く印象づけていました。一方で11月に行われた主演映画の舞台挨拶では、永瀬さんの汗が止まらずに2度退席、多忙な時期でしたので体調を心配する声が上がっていました。5月にはキング&プリンス株式会社を設立し、永瀬さんと高橋さんは共同で代表取締役社長を務めています。永瀬さんは会社設立の理由をファンクラブサイトに投稿された動画で、可能な限り作る作品やプレイヤーとしても納得したものを世の中に届けたいと思って
一番いいのが自分たちの会社を作ることだと思いました」と熱く語っていました。会社設立後、初めてファンの前に立つスタート社の合同ライブに意気込んでいた永瀬さんですが、怪我で無念の欠場となってしまいました。4月放送のテレビ番組「徹子の部屋」では黒柳徹子さんからグループとしての今後の夢を聞かれ、応援していてよかったなって思われ続けるグループであることを2人で目指していますねと語っていた永瀬さん、逆境を乗り越えて必ず戻ってきてほしいですね。また今回の永瀬さんの怪我の報道を受けて、ファンの間では事務所の発表の仕方やライブ設営体制への疑念、怪我をさせたスタッフへの批判が殺到しています。中にはスタートエンターテインメントに対し、永瀬廉さんの耳に関する説明責任を求めますといったオンライン署名運動を呼びかけるファンもいました。そんな中、永瀬さんは永瀬のつぶやきというブログを更新し、あくまでも大事をとって安静にしていることに触れつつ、一部報道を受けてなのか、怪我は自身の責任で周囲の誰かに怪我をさせられたような憶測が流れていることに抵抗を覚えているようでした。同時に自分から発信することを信じてほしいとファンに伝えています。これを受けて SNS 上のファンは、あの記事とか一部ファンが傷を大きくさせてるようで申し訳ない、治るものも治らなくなっちゃうよ、私は廉会の言葉を信じる、推しが尊いってこういうことだと実感、はっきり否定できる廉君の強さ、廉君褒め褒め SNS をありがとうと言える嫉妬深いはずのかいちゃんと、永瀬さんの気遣いに感謝するコメントで溢れていました。スタッフの不注意によって怪我をした永瀬さんですが、スタッフを気遣ってコメントを発表したのかもしれません。そんな状況の中、ナンバー愛の平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんとキング&プリンスの高橋さんと見られるプライベート音声データがネット上に流出して騒動になっています。流出した音声データは長さにして1分少々のもので、まだキンプリとして5人が活動している時のものと見られています。永瀬さんもその場にいたと推測されるものの、今回のデータではそれらしい声は入っていないようです。具体的な会話内容は割愛しますが、セクシーな動画サイトの名前まで飛び交うほど生々しいものでした。年頃の男子が集まればこの手のトークをしてもおかしくないのですが、ある芸能関係者は、声質などから本人たちのトークなのは間違いないでしょうし、棋士がサンプル動画だけでことを済ませるなどといった内容には、ネットでも倹約家の棋士くんらしいといったコメントも見られました。健全な会話をしている棋士くんかわいいといった感じで、ファンの反応としては概ねほっこりしている印象ですと話しています。今回の流出音声の内容について好意的な声が SNS 上で続出し、むしろイメージがアップしたと捉える人が多いようですが、なぜ音声が流出したのかという問題を見過ごすわけにはいきません。運転中にドラレコで録音されていたのでは、メンバーの誰かが録音してたなどといった憶測が飛び交っていますが、いずれにしても音声が本物であれば、それを外部に流出させるのは許しがたい行為と言えます。そしてこの音声流出に関しては、当時のスタッフが流出させている可能性が高いとの噂もあります。実はキンプリと確執があったジュリー氏の側近が一時期キンプリのマネージャーになっていた時があるらしく、メンバーもやりにくいと漏らしていたことがあったようです。そのためジュリー氏がスパイの目的でその側近に盗聴させていたのではという噂があります。今回の音声流出はメンバーたちのイメージダウンにならなかったのは不幸中の幸いですが、このような流出騒動が繰り返されないことを願いたいですね。また立て続けに起きているスタート社のスタッフ陣の問題行動についても何かしらの対処をしてほしいものです。ファンが安心してタレントを応援できる環境を提供してほしいですね。今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。